忘れないで、大人になっても。はい、どうも皆さんこんにちは、ジーセリーです。本日も忘れないで大人になってもプレイしていきたいと思います。まず神社、好き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 、あっこちゃんあっこちゃん、好き好き。ここの神主さんはとっても優しい人でね、近所じゃちょっと有名なのよ。まあ私たちはいいけれど、家族は大変そうよね。特にあの娘さんなんか。何があるんだ。お兄ちゃん、どこに隠れたの？口先を撫でたらどうしよう。あら、お兄ちゃん隠れすぎだよ。すっげえこっから見えてるけどさ、お兄ちゃん。多分そこ、これだろうな。お兄ちゃんもう帰れ。結果、まあ。ああ、めちゃくちゃ蚊に刺される。でも今出てったら見つかる。もう帰れ。もう時間だ、いい時間だ、帰れ。妹泣いてるよ。かわいそうに。ここら辺もアイテムとか更新されてるっぽいな。猫いないな。みんなご飯かな。あ、みなと。どう？ツチノコ見つかった？え、なんで知ってるの？さっきワタルが来て聞いた。そっか。じゃあ、ここももう探したんだね。いるわけないでしょ。ここあたしんちよ。え、そうなの？この格好を見て気づかなかったの？ああ、神社の娘なんかに生まれるもんじゃないわね。今日は一日こき使われてやらなきゃいけないことがたくさんあるのよ。ところで、よって何？あ、そうだ、思い出した。ねえ、ミナト。あんたどれくらい知ってるの？まれびと様のこと。まれびと様？七不思議ノートに書いてあるよね。そうね、六番目。実は何も知らないんだ。だってそれだけ何も説明が書いてないんだもの。そっか。あのね、まれびと様はこの神社に古くから伝わる言い伝えなの。本当はね、誰にも言っちゃいけないんだ。神社だけに代々伝わるものなの。私だって最近教えてもらったばっかりなのに。なんであんたが知ってるのよ。だから知らないってば、ノートに書いてあるだけさ。ねえ、このノート誰が書いたの？それが僕にもわからないんだ。だってそれが謎の6番目だし。ああ、そうだったっけ。ねえ、ミナト。誰にも話さないって約束できる？何を？マレピト様の言い伝え。教えてあげるから、絶対に人に言わないでね。わかったよ。星降りの夜、時を渡る船に乗ってまれびと様が現れる。まれびと様は時の向こう岸からの使者。まれびと様は恐れるべし。まれびと様はかくまうべし。まれびと様を助ければどんな願いも叶う。何それ、どういう意味？まれびと様は旅人なのよ。こことは違う世界からのね。違う世界。33年に一度、彗星と一緒に現れるって言われてるの。
マレビト様に会ったらルールがあるのよ。マレビト様のことは詮索しちゃいけない。どこから来たのかとか何をしに来たのかとか聞いちゃダメなの。なぜかっていうと、マレビト様は何も覚えていないからですって。自分のこともどこから来たのかとか。それからマレビト様はかくまわなくちゃいけない。できるだけ人の目に触れないように、正体がバレないように。そして3日経つとまたどこかに旅立ってしまうんだってさ。どう？何か思い当たる？完全に思い当たる。でも何なんだこれは。どうしてそんな話が言い伝えになってるんだ。あのさ、私最初からずーっと気になっていたんだけど、ミナト、まさかあなた？だって覚えていないんでしょ、自分がどこから来たのか。まさかあんたが？だとしたらあんたを助ければ願い事が何でも。何言ってんのさ、そんなわけないでしょう。迷信だよ、そんなの。それに、もし僕がそのマレビト様だったらさ、詮索しちゃいけないんだよ、僕のことは。確かにそうだわ。あ、いけない。僕、渡ると約束があるんだったよ。じゃあね、またね。あ、待て、こら！そうだよね。迷信に。決まってるよね。あ、そうだ、もう一つ忘れてた。なんだったっけな。あ、そうだ、マレビト様が去った後、誰も彼のことを覚えていない。じゃあこれも迷信なのかな。そうだといいな。だってもし本当だったら、私たち港のこと、忘れちゃうのかもしれない。ああ、いい感じにストーリー進んでますね。マレビト様か。アッコ、あの言い伝えを知っていたから僕の話を信じてくれたのかもしれないな。さて、そろそろ墓地に向かおうか。渡る、手に入れられたかな、ネズミ捕り。第10章、たどり着いた真実。さっきの様子だと夕方になってアイテムが戻ってる可能性が高いんだよな。まあまあいいか。ま、どう？髪の毛手に入った？持ってきたよ、ほら。うわ、思った以上に気持ち悪いね。これがネズミ捕りね。ほー、初めて見る、俺。よくあったね、そんなの。よし、じゃあ、髪の毛をどうしたらいいんだっけ？忘れちゃったの？髪の毛を、焼くんだ。ツチノコは焼けた髪の毛の臭い匂いが好きなんだって。そうだったね。よし、じゃあ、あれ？しまった。火がないね。そのあたりに何かないかな。探してみよう。図鑑に入ってる大量のマッチだったらあるんだがな。
お、あった、火のついたお線香。よし、いけそうだ。じゃあこの髪の毛をった。うまく火がつくかな。どうかな。あ、燃えたぞ。あちゃ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 、気をつけて。うん、くそー、くさい、なにこの匂い、くそー、くさ。でもなぜか癖になるね、これ。くさー、くさい、確かに何か寄ってきそうだよ、これ。 よし、しっかり燃えたぞ。これで餌は完成だ。罠を仕掛けよう。どこがいいかな。あの辺なんかどう。いや、髪の毛の匂いは癖にはならんだろ。よし、設置完了だ。楽しみだな。明日また見に来ようね。またお墓参りかい？いや、いいんだ、今日はもう。ねえ、ミナト。ミナトのお父さんとお母さんってどんな人？え？それも覚えてないのかな。あ、いや、。言いたくないならいいよ。父さんのことはあまりよく知らないんだ。ちょっと事情があってね。そうなのか。母さんはね、なんかちょっとわがままなんだ。そっか、のぞみと一緒だね。そうそう、女ってみんなそうなんだよ。そうなのかな。どうして急に聞くんだい。うん、さっき驚かなかったかい、銭湯から出た後のこと。のぞみのあざのこと？そうじゃなくて、その後の虎徹のことさ。ああ、あいつすごく怒ってただろ。うん、ちょっとびっくりした。あんなに怒鳴るなんて。同じなんだ、実は虎徹の家も。え、同じって？殴るんだって、あいつの親父も。え、 DV ってこと？ DV？ あ、暴力を振るうの？そうらしい、虎徹の家の場合はね。お袋さんにね。お母さんに？そう、毎日じゃないよ。でもたまに酒癖が悪いんだってさ。そうなんだ。だからあんなに熱くなって、自分のことみたいに。いいやつなんだあいつ。単純なんだけどさ、僕らみんなね、そうだな、なんて言ったらいいのかな。そう、信じられないんだ大人が。つまり大人が嫌いってこと？その通り、アッコも僕も同じなんだ。だからね、ほっとけないんだのぞみのこと。彼女もきっと同じだから。ごめんね、急に変な話をして。さ、そろそろ行こうか。そろそろ暗くなりそうだ。あ、待てよ、アッコも僕もって、渡るは？父さんには何があったの？どうしてそんなに大人のこと信じられなくなったの？
もう暗くなっちゃったぞ。はぁ、今日はなんだかちょっと疲れたな。でも大変なんだな、虎徹の家も。どんな気持ちなんだろう。父さんが母さんを殴るのを見るのって。とにかく帰ろう。もう疲れちゃったよ。帰ると言っても、あの汚い倉庫しか行く跡もないけどね。そっか。わたるもあっこもこてつもなんか親に対してなんかこう不信感を抱いてるんだろうな。なんかそれぞれの事情があって大人を信じられなくなっちゃったっていうか、大人としてそれはちょっと悲しいよな。いやまあそういう大人もいるっていうことだけどさ、まあみんながみんなそうじゃないって言いたいんだけどさ、なんだか悲しいな。親父、教えてくれよ。俺は正しかったんだよな。俺は自分の夢を叶えるために、そう、彼女を捨てたんだよ。でもさ、言えるわけないじゃないか。一緒についてきてくれなんてさ。だってそうだろう。それで俺が一文無しになったら彼女はどうなる。日本で優しくて真面目な公務員とでも結婚した方が幸せに決まってるんだ。なあ、親父もそう思うだろう。そう思って言ってくれよ。っ黙って男の話を聞いている。これも優しさだよね。何か言ってあげるよりも黙って聞いてあげる方が優しさだよねっていう時もあるから。さて、ここでね、ちょっとアイテム開いてみましょうか。謎。まだこれしか解決できてないけど。図鑑。おばあちゃんが咀嚼したさっき。イカを干して焼いて裂いたもの。ただそれだけのものが異常にうまい。気がつけば一袋食べていることなどザラ。このイカは一口食われている。人毛。これを焼いたものがツチノコの好物らしい。その名の通り、ネズミを取るための機械。これはツチノコを取るために手に入れた。月刊マー。集中連載、鏡町 UFO を終え。オカルトファンの、書士であれば当然知っているだろう。鏡町に伝わる、UFO 伝説を、今回から数回にわたって最新の研究結果をお届けしよう。なんだ、雑誌の後ろに怪しい広告が入ってんな、これ。力を引き出すマジッククリスタル。あったなぁ。瓶入りの炭酸飲料。やっぱりペットボトルよりも瓶に入ってる方が美味しそうに見えますよね。丈夫さから永久桶とも呼ばれた。プラスチックで着てきた黄色い桶。どこの銭湯にも置いてあったものだ。書いてある文字はカエルとは関係ないぞ。日本の夏の風物詩。寝床におばあちゃんがやってきて、そっと火をつけていってくれたものだ。おじさんたちは匂いを嗅いだだけで泣く。瓶に入ったカラフルな甘い牛乳。ペットボトルじゃダメなんだ。お風呂から上がった後、これの誘惑に打ち勝てるものは数少ない。不良風の衣装に身を包んだ猫の免許証。信じられないほど流行した。舐めたらあかんぜよ、みたいなことが書いてあります。舐められたら無効なんだよね。
シベリア、羊羹をカステラで挟んだお菓子。和菓子であり、オランダであり、ロシア。考案者名前の由来、皆謎だそうです。大正時代くらいからあるらしい。俺もこれ知らないんだよね。一世を風靡した超能力者の影響で、どこの学校でも給食のスプーンがこんな風にされてしまった。怒られるからやめましょう。キツネを呼び出してお告げを聞く恒例術。みんなで呪い。みんなで10円玉に指を乗せると勝手に。女子は好きな人とか聞き出すのに使っちゃうのだ。プールの排水溝に絶対ある。わかるわかる、これはすげえわかる。メンコ、昭和玩具の帝王、元祖トレーディングカード、セーフとかとか、セロハンテープでぐるぐる巻きにして強化するのは反則行為でした。滑りが良くなるってことなのかな。音楽を録音するための磁気テープ、ラジカセ、絶滅と、共に青春の思い出。若者は皆自分で編集したマイベストを持っていたが、内容は大体黒歴史。お分かりいただけただろうか。駄菓子屋で売ってるやつ、赤丸がやたら多い。なんかもうね、幽霊をそれっぽくしようと思って足しすぎなんだよね。足しすぎなんだ。あと一個だけ読んでいこうか。コーラ味の餅、爪楊枝で食べる小さなお餅、歯応えとコーラの酸味が癖になる。爪楊枝にここくらいぶっ刺して豪快に頬張るのが楽しかった。たったいまー。あれ、帰ってきてないぞ。あれ、のぞみいないや。まさかまた？のぞみいないの？あれ、なんだこれ。これはのぞみの服？この白いのは？パパ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 ン！なんで服脱いでるの？どこにいるの？のぞみ？変ないたずらよしてよ。水着着てプール行ったんだな。よく考えたら。行ってみよう。